毎日やろにレイリアボー。皆さんこんにちは、鈴鹿市長の末松のり子です。新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、皆さんには外出を控えていただき、活動する機会が減っていらっしゃいますよね。お家の中でできることで健康維持に努めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。この番組ではお家にいてもできる健康の方法についてお伝えしていきます。皆さん、フレイルってご存知ですか？フレイル？フレイルとは、健康な状態から要介護へ移行する時期です。この時期に適切な心がけを行うことで、要介護への進行を遅らせたり、健康な状態に戻すことができます。それではフレイル予防のための食事について、管理栄養士さんよりお伝えしていただきます。皆さんこんにちは。今日は高血圧予防の食事についてお伝えします。一般に年齢が上がるほど血圧は上昇する傾向があります。また冬の時期は寒さから血圧が高くなりがちです。高血圧の大きな原因となる塩分の摂りすぎを防ぐために、減塩を心がけましょう。こちらの食品には 5.6g の塩分が含まれています。1日の塩分量は男性が 8g、 女性が 7g、 血圧の高い人は 6g と言われていますので、これだけでほぼ1日の塩分を摂ってしまいます。こんなに入ってるんですね。そうなんです。食品を選ぶときも塩分がどれぐらい含まれているか意識するといいですね。でも減塩食ってあまり美味しくないイメージがあるんですよね。そうですね。例えば味付けをするときに、このような薬味や香辛料、酸味を使って味付けをします。また味付けは一品だけしっかり味をつけて、あとは薄味にするとメリハリが出て美味しくなりますよ。なるほど。ちょっとした工夫で美味しく減塩ができるんですね。そうなんです。今は減塩の調味料や美味しいレシピも紹介されていますので、そういうものを上手に利用していただくと良いですね。塩分を控えるポイントとして、薬味や香辛料、酸味を使う、濃いもの一品、それ以外は薄味、加工食品を控え、減塩製品を選ぶ、調味料はかけるよりつける、これらのポイントに注意して日々の食事を工夫していきましょう。今回は塩分少なめのレシピを紹介します。鶏胸肉のネギ塩だれ、作り方はご覧の通りです。鶏肉の下味はニンニク生姜を使って味付けします。ネギ塩だれはゴム油風味のタレで、どんな料理にも相性バッチリ、調味料の代わりにもなります。減塩食というと味がしない、美味しくないというイメージがありますが、ちょっとした工夫で美味しく食べることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。頭を使って手を動かしましょう。まずは自分の、はい、胸の前で手を叩きます。さあ、その時に前に出す方の手はパーで、ね、指の間をしっかりと広げていきます。はい、また手を叩いて入れ替えていきます。この時に胸に来る方はグーにしてください。叩いてパ、叩いてパ、1、2、3、4。さあ、次は前に出る方をグーにしてみましょう。叩いてグー、叩いてグー、いくよ、1、2、3、4。毎日やろにレイリアボー。